今年のトレンドは何ですか？ただ私も聞いたところによると緑色のパンツが流行ってるんですって。ただ私たちは履けないですねっていう話をしました。クロマキーで透けちゃうのでこういうパンツスタイルじゃないと履けないんですよね、ただいいですよね、便利ですよね。私も最近パンツにハマってます。動きやすいですし、イベントに行く時もアクティブに動けますもんね。いやこちらは女性率が高めでしょうか。まだやってるんですかね。いや幕張メッセ懐かしいですね。最近行ってないですけれども広いですよね、中がね。夏はちょっと暑そうなので、この時期からも水分塩分補給はしっかりと行っていただきたいです。あれファッションイベントはサイリウム振らないですか。振りますか。振らないですか。うちは持ってる方が多いですね。横で K-POP のイベントも行われてるんですね。 K-CON っていうイベントが行われてるんですね。じゃあ今日はいろんな方々が集まって楽しい一日でしたね。今日はトレンド幕張があったということで、それだけにぎわっているということですね。近くて遠い幕張メッセ、近くて遠い、なんだろう、こうメッセージみたいでした。575かと思っちゃいました。女子率が高い、いろいろやってるのね。とそうなんですよ。帰り道混雑しているところもあるかと思いますので気をつけて移動をしてください。